第7回目の後半前制定式が行われました。で、前回からのことを言いますと、12月10日にですね、検察官の方から証明予定付き書5というのが提出されまして、それに基づいて若干の証拠が、補充的に請求をされました。そこは証拠開示についての回答がなされました。で、現時点ではですね、検察官の請求証拠は全部で600点に及んでいます。で、今後の予定ですけれども、来年の1月27日に公判前整理手続きの期日が正式に指定されまして、10時だから、また同じようにその日の11時半頃から行ここで行うことになると思います。で、まあ、今日その産経の記事が出たのであれだけども、あくまでも予定の記事ですけれども、2月の12日に第1回の公判期日を開く予定だということを裁判長の方から、まあ、片山さんにも告げられました。で、まあ、指定はまだされていないんですけど、そういう進行ですね。結局来年の1月末に公判前整理手続きを終結をして、証拠調べ、冒頭手続きを終えて証拠調べに入ると。で、具体的な期日はちょっと言いませんけれども、3月までの一応の候補日というのが、まあ、挙げられているということで、だいたい週に1回のペースで進むという合意が、まあ、できています。それで、今のことでも、まあ、分かるように、検察官はですね、本件について、速やかに公判前整理手続きを終えて公判を開始するように、まあ、求めてきておりまして、裁判所も、まあ、基本的には総理に応じる予定です。で、ただ本件のようなこの IT 犯罪裁判ではですね、この間に共通に認識されるようになりましたけれども、デジタルデータの開示というのが、まあ、不可欠でして、でこれはまだ完全にまだ開示されてないんだけれども、基本的に検察官の方からその開示を受けてですね、弁護側がそれを解析して、さらに問題点があれば議論していくと。で、つまりデジタルデータに関係する論議はですね、公判開始後ですね、まあ、並行して進むということにの合意でですね、今のような記述が決まったのです。それで、このデジタルデータに関係する証拠請求というのはですね、刑事訴訟法の316条の32というのは、基本的には公判前整理手続きで全部証拠について言っておいて、でやむを得ない事由がない限り、証拠調べが始まってからは後押しできないと、まあ、裁判員裁判がそうですけど、そういうルールで始まってるんだけども、この裁判についてはね、デジタルデータに関しては例外的にこれやむを得ない事由があるということで、その後も柔軟に証拠請求をし取り調べするということになって、まあ、今のような前提が進んだということです。検察と警察が並べたはずのジグソーパズルは、今や一つ一つが片山さんの無実を明らかにするものに変化しつつあります。検察官の有罪立証は証拠調べが始まる前にすでに崩壊を始めているということです。で、私たちはですね、検察官にここまでのことを言いました。もっと詳しく言ったんですよ。それで平松さんにですね、ここは非公開の場所だけれども、公判が始まった後、公開の場所でですね、傍聴人がいる前で今のようなことをね、言わせるのかと、あなた方はここまで言われたなら反論すべきだろうと言いました。その時平松さんが言ったことは、検察は一切何も言わない、それを言うのは論告の時だと言ったんですよ。それを受けて裁判官がいくらなんでもそれはないだろうということで、この書面は連休明けの火曜日にきちんとしたものを出すと我々は予告しましたけれども、それに対して検察としてどうするのかを答えてほしいと。で、それを見てですね、裁判所も考える。で、私たちは最後に裁判長に、この事件でですね、片山さんが犯人でないとしたらならば、合理的に説明することはできない事実関係とは一体何なのかということをですね、裁判所として命じろと。で、そういうことをしないでですね、漫然とですね、刑事裁判を進めるということであれば、我々はですね、裁判所を忌避することも考えているということをはっきり言いました。で、もし裁判所がですね、そういうですね、今みたいなめちゃくちゃな立証をそのまま許そうというなら間違いのか、そしたら忌避します。で、それをですね、皆さんがいる前で、だから産経が書いてくれた2月12日の公判、私は産経はあまり評価してないんですよ、この事件については。むちゃくちゃなことをずっと書いてたのは産経新聞ですからね。だけども第1回公判を報じてくれたのはありがとう。で、
長期に及ぶ可能性があると、可能性があると書いてるのもそれは全く正しい、このまま許すとその通りです。だけどもそうはさせてはならないというのが報道権を持つ皆さん、カメラを握る皆さんの役割だと私は思います。